モーニングジャム3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。今年夏祭りを開催したキャンプ場パラディッソ大分、キャンプ場なんですけれども、あのレストランが入ってて、はい、それがアジュールルナ、ランチコース楽しめるんですね。そのランチコースの締めに出てくるのがこのくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり、すごく美味しいんで家でも手軽に楽しんでもらおうっていうことで6食セットが出ました。これをプレゼントしています。はい、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そして来週の木曜日9月14日木曜日は平日ですが、ララポート福岡で公開生放送やります。やったー。皆さんの前で久しぶりにおもろい家族を披露するんで、傑作選にするのか、それともいつものように来たものを紹介するのかっていうのはまだ決めてないんですけれど、まあ、とにかくね、皆さんで一緒に久々にタイトルコールができる、ああそうだ、はい、3、4、おもろい家族、うわーっていうなのでね、楽しみにしといていただければ。さあそれでは、今日はね、こちら30代の女性の方からいただいたおもろい家族紹介することにしましょう。中地岡本さん、おはようございます。おはようございます。恥ずかしいので名前は伏せてください。30代の女性、はい、今日は私の話、自宅のベッドの上から全ての地主の方々に注意喚起させていただければ、こんなメッセージはモーニングジャムでしか紹介されないので絶対絶対よろしくお願いいたします。私は19歳で一人目を出産いたしました、うん、出産を経験した人だったらよく人はよく地になるとは聞いていたんです、148センチと小柄な私に対して息子は予定日1週間前に生まれたにもかかわらず3600グラム、おっきい148センチのお母さんのね、そうだ、1週間前で3600グラム、初めてのお産で息のタイミングも分からず早く出したいがためにずっと息んでしまいました。お産を終えて後からひょっこり来た先生に、小さいお母さんなのによく下から産んだねとお褒めの言葉をいただくほど、しかしあーお母さんこっちも派手に生まれてるよともうこれね、注意喚起のためにやってますから、もう笑わないでお母さんこっちも派手に生まれてるよ。そうです、19歳の新米ママは大地主となることになりました。ただいま36歳。それからは歩きすぎたらこんにちは、と出てくる台の度にこんにちは、大変、押し込んではこんにちはよく出てくる。私の半生はこの字とともに歩んでまいりました。今は5人の母、うん、すごいよね、すごい。次男の時からは息むタイミングも分かって、いかにやつを出さないようにしながら子供だけを産み落とすかすごいテクニシャン、やめろってやめろ時々やつとは再会する程度だったんです、まあ、だからそれに集中してるけれども時々っていうことですね、はい、しかし最近お尻痛いなと軽く思っていたらやつが静かに現れていたんです、うん、戻してもダメ、歩くのも座るのも痛い、恐る恐るお風呂でタッチしてみたらギャー、お久しぶりです礼儀正しいなってあるからさ、書いてあるから礼儀正しい。やつは最大級にこんにちはしてるではありませんか。一つだけじゃなくって子分まで引き連れて、もうこれは勇気を出して肛門科に行くしかないのか、
意を決して夏休みのこの時期、一番下の子供をお兄ちゃんたちにお願いして病院に薬をもらいに行くことにしました。ベッドにお尻を出して膝を曲げて恥ずかしい姿の私に、先生はなんで早く来なかったの、これもう手術よ、今から取るよ。取る、うん、手術、旦那には何も言われんかった、すぐ済むからね、うちは日帰りでできるからねと淡々と準備する先生、あなたの痔は最終段階ステージ4、取るしか治る道はない、再発の可能性もあるよ、なりやすいんやろうというふうに先生が言って、それからは痛すぎてもう言葉で言い表せないぐらい、先生は鼻歌を歌いながら私のやつに局部麻酔をキャーそれからすぐに電気メスでジュジュッと焼き取るキャー、麻酔の注射も痛い、まさに悶絶、本当に死ぬかと思いました、うん、メスで焼く間も熱い、熱すぎる、絶対まだ麻酔効いてないって、切除された私のそれは大きく成長していました。先生はそれを私に見せながら、ほらこんなに大きい、まだあと2つあるからね、嘘でしょ、うん、あとこれを2回もするの、あとは先ほどのやり取りが2回、本当に死ぬかと思いました、お産よりも辛い、お産は我が子に会えるから頑張れる、これは何のために頑張ればいいのそしたら先生が、1ヶ月もしたら二十歳のお尻になれるからね、中にもあったからまた出てくるから見てみるね、おおあったあった、喜ぶな手術を終えた私は屍、お尻は激痛、お尻にガーゼを挟まれた状態で車で帰れるのか、冷や汗をかきながら薬局で痛み止めとかガーゼとかをもらって帰宅、その日は仰向けで全ての日常生活がストップしました。翌日は少し楽になったものの、まだまだ痛い、全治1ヶ月は長すぎる、お風呂はしばらくダメでシャワーのみ、せっかくの夏休みプールも海も行けませんでした。子供たちには申し訳ない思いでいっぱいでしたが、家族みんなで気にかけてくれて、いつもより大事にしてもらえて少し嬉しかったけど痛い。今朝は3日ぶりの便意、泣きながら旦那さんに電話かけて、痛いよ怖いよ、仕事行ってらっしゃい、今日から新学期、早く回復して残暑を子供たちと楽しみたい。最後に、私と同じような症状をお持ちの地主の皆さん、肛門科ってハードル高いですよね、私も恥ずかしくって17年ごまかしてごまかして育ててしまいました、絶対に病院に行ってください、調べたら女医さんがいる病院もあります、本当に本当に痛かったんで、皆さんこんな思いしてほしくない、ラジオの力を借りて恥ずかしながらメッセージさせていただきました。注意喚起っていうことですね。お久しぶりですと。いや礼儀正しいんだよな出てこなくていいのにっていうねやめなさい。いやでもね、いやこれ一度ね、モーニングジャムもね、肛門科の先生が出てくれたことがあったんですけど。あそうですか。そう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 、いやだから先生曰くね、もう結局恥ずかしくってみんなやっぱためらうんだって。うん、でそれがより悪化するっていう。あそう、自然に治るものじゃないからっていうことなのでね、まあまあまあ、ものによってまたちょっとずつ違ったりはするんだろうけれどもね、うん、まあなので、ね、これ注意喚起のために紹介しましたからこの方も注意喚起のためにメッセージを送ってくださいましたから、お久しぶりですおもろい家族パート2はお昼12時からです